川端です。よろしくお願いします。今回はですね、この問題、20で割って小数第1位を四捨五入すると17となるような最大の整数と最小の整数を求めなさいという問題です。これ、ある数を20で割ってっていうふうに考えるので、ある数を20で割るってことは x÷20。で、これは分数にすると20分の x ですね。で、この数を四捨五入すると17となる。小数第1位を四捨五入するということなので、この数はですね、どんな範囲にあるのかっていうことなんですけれども、一番小さくて 16.5 になります。16.5 以上で、で、17なので、17.5 になってはいけませんね。でも、17.499999 とかね。それだったら、四捨五入したら、17になりますよね。なんで、17.5 にならなければいいので、17.5 未満というぐらいになりますね。このように表現することができます。そうすると、今求めたいこの整数ですね、x は、これを20倍します。不等式ね。全部20倍してください。そうすると、16.5 を20倍して、これを計算すると、2倍するとちょうど33なので、20倍したら330です。で、17.5 も20倍すると、2倍すると35なので、20倍すると350ですね。つまり、330以上350未満の数だと。で、その中で最大の整数って言われたら350にはならないけれども、大きい最大のものって言われたら349になりますよね。で、最小のものはこれ330が入っているので、最小のものは330というのが答えになりますよということです。はい。ということでね、この小数第一を四捨五入すると、17になる数は16.5 以上 17.5 未満だよと。で、これね、20倍して x の範囲を求めて、そこの中の一番小さい数と一番大きい数ですね。350はイコール入らないので349だよと。一番小さい数は330だよと。そういった問題でした。わかったかな？以上で解説を終わります。では。